こんばんは。え、ま、ちょっと待ってください。あ、来ました。こんばんは。ありがとうございます。はじめまして。ハロハロでござる。元気ですよ。では自己紹介を始めます。愛知県出身19歳の山下遥です。よろしくお願いします。あの、元気になりました。復活、山下復活しました。ちょっと鼻声が混じってるかなって感じなんですけど、鼻声でも許してください。お願いします。今日は社長から来ました。これですね。昨日宮地がハッシュタグを考えてくれて、ハルハルルームって考えてくれたんですけど、なんとこれ、この紙を考え書いたのが、その宮地の配信をする前でして、私もハッシュタグハルハルルームって考えてたんですよ。そしたら宮地も同じことを考えてまして、こりゃ運命ですね。運命ですよね。ありがとうございます。ハルハルーム、ハルハルーム、合ってるか。え、ルが一個多い、ルが多い、ちょっと待って。ハルハ、ハルハルルーム、ハルハル、まあ細かいことは置いといてということで、ではお話をしていきたいと思います。はい、隠します。ごまかしてないです。はい、元気になりました。ありがとうございます。今日はお団子です。見えないかな、お団子にしてみました。そうですね、ありがとうございます。ちっちゃいこと気にするな。そうですね。ありがとうございます。フィーバーということで、まずはフリートークをしたいと思います。あのですね、先ほど4期生のメンバーと会うことができまして、やっとのことで、みんな元気でした。はい、今平穂の香がちょっとまだコロナになってるんですけど、そうですね、連絡は取り合ってます。はい、ごめんなさい、声かすれてますよね。そうなんですよ、ちょっと鼻声になっちゃってるんですけど、許してください、お願いします。ということで4期生のメンバーとお会いすることができまして、もうみんな元気でしたよ。はい、元気でした。元気で、もう陽子先生なんかハラハラって言ってこうやってギューしてくれました。ありがとうございます。そうですね、さっき始まる前まで、まあ5人ぐらいかな、5人ぐらいと会ってたんですけど、そうですね、なんとですよ、竹内輝星さんが竹内輝星さんがツツツツってしてて、どうしたのって言ったら、なんか嬉しいみたいです。私と会えて可愛いですよね。可愛くないですか、輝星さん。めっちゃ可愛いですよね。はい、キラリチョです。ハルハル。しかもね、なんかタマちゃんがカホリンにタマハラをしてたんですけど、なんかダジャレを言いなよって言ってて、そのダジャレが、藤島カホは藤島家のカホですって言ってました。
よくわからないので今度タマハラタマハラ、そうなんですよ。ハラハラもダジャレ言いなよ。ロッカーに入るかということで、あのタマハラはよくリナちゃんがされていますので、リナちゃん保安隊ということで、はい、みんなあのリナちゃんを守りましょう、一緒にありがとうございます皆さん今日はなんだか寒いなですって。今日は寒いですよ。あ、そうですね、あの私なんとあのキョコロヒーさんの方にイラストを登場させていただきまして嬉しいことに、なんてびっくりですよね。そうですね、その時のお話をさせていただきたいんですけど、あの初めてと言いますと嘘になりますが、2回目にその川田ひなさんとお会いしまして、私はそのメイクをしていただいてたんですね。でその時に後ろをこうやって川田さんが通ってらっしゃって、あ、後ろ向けない向けないみたいな感じだったんですけど、ようやく向くことができ、そしたらこうやって手を触れ合ったんですいや本当に嬉しくて、もう涙涙でみゆきさんがすいません本当にご迷惑をおかけしたんですけど、めっちゃ本当に嬉しかったです、ありがとうございます嬉しかった、触れ合いました。お寿司屋さんこうか、こういうことかはい、嬉しかったですね。ん、あ、だからメイクする前だったのでギリギリ大丈夫でした。お寿司かない、うん、なんだ、ちょっと待ってくださいね。イエイ、はじめまして、ありがとうございます。お肉好きですか。お肉はい好きです。え、なんかはい好きですねおもてなし会行くよ、ありがとうございます。いや本当に楽しみにしててください。いや、なんか気持ち以上に楽しいってなりますよ絶対に。はい、にゃんにゃんはい、ひつまぶし好き、はい好きです。家族と食べに行ったことあります、何回も。味噌カツ好きです。ハードル上げるのすごいね。いや本当になんかハードルとかじゃなくて、もう上ですということで、もっと4期生のお話をしたいですね。このショールームもおもてなし会のリレーということで、4期生の魅力をいっぱい届けたいと思います。本当にすごいんですよ、たまちゃん。たまちゃんはなんだろう、かっこいいです。結構元気とか明るいっていう印象が強いかと思うんですけど、本当にかっこよくて、なんかすっごい芯があって、大人の女性という女性ですね。まあ玉肌を抜いて、避けてということで、はい、たまちゃんはたまちゃんは
そうですよ、楽しいですよ。タマちゃんすっごいムードメーカー的ですね。はい。そして岸さんは、岸さん本当に面白いんですけど、めっちゃくちゃ優しいです。本当になんか人間ってこんなに優しいんだっていう部分をギュッと詰め込んでる優しさですね。はい、面白いプラス優しい、素敵です。そして小西ゴニオンさんは、ゴニオンさんは私がコロナの時にもうなんか毎日のように、今どこの子にいるけど何かいるって聞いてくれるんですよ。イエイダンシンということで、いや本当に気遣いがすごくできて、目配りがはいすごくある子でかっこいいですよ。さすが5人4です。なんか困ったらやっぱり5人4に電話するべきです。5人4です。そして清水のリオ、今日はリオさんのブログ公開でしたね、更新かでしたね。リオはなんかやっぱりキラリーも言ってたんですけど、ダンシングがもうかっこかっこいいんですよ。プラスなんかもうみんなをまとめる役っていうのがすごいぴったりな人でして、なんかリオってすごい可愛い顔をすごいしてるじゃないですか。いや本当に可愛くて特になんか、まあ、常に可愛いんですよ。可愛いです。そして正元寺陽子さん、そうですね、明日のブログが正元寺陽子さんですね。陽子ちゃんは冒頭にも言ったように人にハグをすることが好きなガールでして、すごいね、でもすごいなんだろう、大人な一面も持ってる洒落た女の子なんですよ。はい、え、ハレラバ可愛い、ありがとうございます。そう、なんかね、カマチョも入ってるんですけど、すっごい可愛いカマチョなんですよ。甘えん坊、そうです、みんなも甘えてほしいですよね。はい。そしてあとは次はキラリンかな。キラリン、キラリンとは結構連絡を取り合う中でして、なんかそのダンスのポイントとかもメモを取ってくれてて、それを私に教えてくれるんですよ。はるはる教えてあげるって言って教えてくれて、本当に助かるんですよ。めっちゃ本当に優しいです。キラリンちゃん、T 細胞本当に、今日もらいました T 細胞、ありがとうございます。皆さんにもあげます、 T 細胞。すいません本人じゃなくて。そして次は平尾ほのかさんですね。唯一同い年の、はい、19歳の女の子なんですけど、鳥取県出身ですね。いやほのほの、私ほのほのって呼んでて、はるはるっていうこのはるはるっていうあだ名もこの平尾ほのかちゃんにつけてもらったんですよ。なんか2人ともニックネームがなんかないねっていう話をその初期の頃にしていたら、はるはる、じゃあほのほのやねって言って、ほのはるですね、はるほの、どっちがいいかな。そう、名付け親です、ありがとうございます。本当に結構お話を聞いてくれて、なんか相談に乗ってくれる、すごいね、なんか私にはない考えを持ってるすっごい大人な女の子ですよ。はい、
可愛いですよそう、偉大なんですよ同級生は。そして一つ上の平尾美月、みっちゃんですね。みっちゃんはもう私最終審査の頃からみっちゃんを見つけていまして、みっちゃんってポニーテールしてたんですよ最終審査の時に。みっちゃんを見たらもうどうしようどうしようどうしようってなっちゃうぐらい本当に可愛くて絶対受かるなって思った子ですね。はい、子さんです、みっちゃんの。はい、子さんです。本当に美形ですよね。そうなんです。それでなんか語彙力ももうすっごい大人で、二十歳ではないですよ、二十歳ではないないですよ、ないですよ。はい、子さんです。みっちゃん、もうこの距離で見たらめっちゃ可愛いって絶対なります。子さんマウントですはい、そして藤島さんかな、藤島かほさん。かほりん、最近かほりんとお出かけに行ったんですよ。最近というか前かな、結構前に行ったんですよ。いや、かわいいです、かほりん、かわいいです。なんか照れちゃうんですよね。かほりんって本当に歌がお上手でして、なんか本当にみんなに、みんなの前で歌ってほしいぐらい本当にお上手です。なんかオーディションで最終審査の時に同じグループでして、かほりんと、でその時に歌を聴けちゃうんですよ。はい、惚れました。何この子、もうすっごい完璧じゃんってなって、ずっとこうやって目で追っちゃいました。これも子さんマウントです、ごめんなさい本当にカホリン上手です。今度歌ってくださいって言ってみます。はい、カホリンイケメンですよ。はいソロ、確かに私もソロで聞きたいですね。はい、次セミレジェンド、宮地スミレジェンドですね。宮地スミレジェンドも私がそのダンスで踊れてない部分とかもちゃんと見てくれてて、ハルハルこうした方がいいよって言ってくれるんですよ。すっごい助かってて、すっごい優しいんですよ。視野が広くて優しくて、なんか高校2年生ですよね。高校2年生なんですけど、2年生じゃないです、20歳です。なんか私初めて会った時に絶対私より年上だと思ったんですよ。はい、すっごい大人な考えを持ってて、大人な発言をしていまして、頭もよく、はい、20歳です。そして最後、渡辺里奈氏。里奈氏ってニックネームをつけさせていただいたんですけど、いまだになんかリナちゃんって呼んじゃってます。なんかリナちゃんって可愛くないですか。リナちゃん、まあ、リナちゃんです。リナちゃんはですね、冷静です。なんかテンパってるところをあんまり見たことないですね。あ、ハルハル、そっちだよ、おお、ありがとうっていう会話しかしてないほど、はい、エクちゃんはエクちゃんはそうです、守るべき存在です。タマハラから守りましょうでもタマちゃんは愛がある、こうやってツンツンっていういじりなので、はい、皆さんで、ね、守っていきましょう。はい、でもりなちゃんはよくトロンってしてて眠たいのかなってすっごい可愛いんですよ。本当に一番その守ってくれるのはみっちゃんなんですよ。はい、
これですね。すいません、こんな感じですね。はい、そして急に、そうですね、皆さん4期生のことについて聞きたいことありますか？お伝えします、何でも。ご飯食べながら寝そうですって。あ、りなちゃんが、じゃあ今度食べてたら、あ、寝てたら写真撮りますね。はるはるの趣味は、趣味ですね、いっぱいご飯を食べてる動画を見ることです。楽屋番長は、楽屋番長、私的には石塚たまきですなんかずっと歩いてるんですよ。ずっと歩いて、はるはる、みっちゃん、ようか、ってずっとやってるんですよ。ずっと歩いてて、いや本当に元気ですね。社長かな、乗り心地は、いや本当に素晴らしい、安定感抜群。なんか前回というか前のミーグリでですね、シャチホコの何ですか、置物と私の写真をこうやって乗っけて見せてくださった方がいるんですよすっごく嬉しくて、シャチホコに本当に乗る、あ、まあ、乗ってるんですよ、いつも乗ってるんですけど、今日も乗っちゃったなっていう、嬉しかったですね。今日は何に乗ってきました？今日はシャチホコのメスの方になってきました。はいはい、一番4期生であざといのは誰ですか？はい、レジェンドです。レジェンドって丸屋じゃないんですよ、丸天ですね。常にこれハロハロ疲れたってやってます。なのでレジェンドです、レジェンドです今度名古屋行く、あ、楽しんでください。名古屋って楽しいんですよ。社長が食べたことある社長がこれはダメですよ、ないです、ないです。はい、今日はツインテールの日。はい、できないです。なんだろう、はい、なので今日はトークテーマをしていきたいと思います急にですね、作ってくださいました山下遥のトークテーマ、ラズベリーブルーベリーです。これ本当に緊張しました、あ、緊張しました、緊張します好きなテーマでは親子丼です。最近は梅干しです。いきます。演奏会をするとして楽器を弾くならどの楽器がいいですか？ありがとうございます。ドラムがいいです。なんか私ドラムをやりたくてですね、エアーでやってるんですけど、やっぱエアーってわからないのでいつかやりたいです。はいドラムかっこいいですよね、エアーです。すいません、頑張ります。三振いやなんか演奏会できっと三振を弾いてたら音ないと思いますきっと一つだけ音外れちゃう気がします。はるはるのタイピングはどのくらい早いんですか？あ、最近遅いです、めちゃくちゃ遅くて、ノートパソコンあるじゃないですか、それでちょっとやってみたことがあるんですけど本当に遅くて、特技から排除しました、すいませんタイピング詐欺です、すいません、ありがとうございますはい、特技します。日向坂に入って一番嬉しかったことは何ですか？一番
一番はたくさんありますね。多分あの全部一番にすれば一番ですよね。ということでまず先輩方の皆さんにお会いできたことと、あの衣装を自分だけの衣装を作ってくださったことと、なんだろう、まあ皆さんに出会えたことですよね。はい、本当になんかこんなに、あ、庭人の皆様ありがとうございます。はい、うんうん、ありがとうございます。トゥース、泣ける、私も泣ける、ありがとうございます。ということは、おもてなし会のおすすめのグッズは何ですか？ちょっとこれは後でのご報告をいたします。一回置いてきますね。遊びに来たよ、ありがとうございます。遊びましょう。ありがとうございます。そうです、振りかもしれませんね。ミーグルで大好きになりました、ありがとうございます。私も大好きですよ。皆さんありがとうございます、来てくださって。ブルーベリー&ラズベリーで一番好きな踊りを教えて。え、これってやっぱりここですか？あれ、あれ、ここですかね。あのアタック、山下アタックです。ここ見た方いらっしゃいますか？あの首は大丈夫です。ちゃんと守っています。ありがとうございます、ご心配おかけしました。はい、あ、そうなんですよ、佐々木久美さんも言ってくださいましたね、踊っちゃうって。ありがとうございます。私も好きですこれ。はい、アーシャアーシャね、ポーズありましたね。私一番好きな日向坂の衣装は何ですか？はい、これはキツネの MV のピンクの衣装です。ピンクの方の、どっちも可愛いんですけど、ありゃ着てみたいですね。はい、ドレミソラシドも可愛いですね。はい、可愛いです、全部可愛いです。結構引いちゃっていきます。皆さんからのお便りを、はい、誰にでも負けないと言えることは何ですか？人見知りがないところです。ぶりっ子、人見知りがないところです。なんかすごい、あの長所に聞こえたらいいところなんですけども、なんか短所にも聞こえちゃうかなと思っちゃって、今は封印してます。はい。今日噛まないことを目標にしてます。噛みません。サイリウムカラーとその由来を教えてください。ありがとうございます。音符です。長所ですか、ありがとうございます。サイリウムカラーは、私はですね、ホワイトとエメラルドグリーンです。あのまずお詫びを申し上げたいんですが、パステルパープルが好きとお伝えさせていただいたんですけども、好きなんですよ、ずっと好きなんですけども、私の名前が葉っぱにとどめるに花じゃないですか、わかんないです、あの葉っぱにとどめるに春じゃないじゃないですか。そうなると自然っぽいなって思ってしまいまして、自然となるとまず緑、そして白というのは4期生の初めての衣装である、ブルーベリー&ラズベリーの衣装である白、
4期生の自然担当です。アスパラです。自然担当です私。はい、自然担当山下遥で覚えてください。よろしくお願いします。なので緑いっぱいのペンです。グリーン山下です。あ、そうだ、高本彩香さんとお話しさせていただいた時のお話をしたいなと思います。いや、そうですね、これ一緒のサイリウムカラーでしたもんね。ミーグリーの時にケータリングの前でお会いしまして、でそれで一緒に定点カメラ行こうよって誘ってくださいまして、あの東村芽依さんと3人で行ったんですけど、なんか最初あや姉さんって呼んでいいよって言ってくださったんですけど、その後にあやちゃりさんって呼んでいいよって言ってくださったので、どっちがいいですかね。今日いつにも増してハスキーボイスです。あやちゃりさん、チェリ姉さん、あやさん、あや姉さんということで、まあいつかご報告します。そして松田好花さんとものごトークをさせていただきます。松田好花さんで以前ラジオの方で名前を出してくださったじゃないですか。はい、そうですよ、ありがとうございます。いや本当に顔見えないよって見えないぐらい小さいって本当にいい意味で言ったので、はい、すみません本当に変な感じになってしまいましたら本当に申し訳ないです。でも本当にもうこれぐらいでして、いじってないです、本当にいじってないです。本当にこの距離だったらもうこれっていう感じで持ってないんです、本当に持ってなくて本当なんですよ。なので本当に憧れです。しかもご丁寧なんですよ、何もかもが。なんか私も松田さんになりたいです。弟子にしてください。はい、そしてそうですね、ショールームの方で名前を出してくださることが多い富田鈴香さんのエピソードもお話しさせていただきたいです。松田遥香さん、ありがとうございます。松田遥香さんじゃないです、松田遥香さんじゃないです。はい、富田鈴香さんですね。いや、なんだろう、ブログの方かなかなんかでその BLT さんについてのことを書いてくださった時かなに、その尊敬する人はみたいな、なんで富田鈴香さんって書かせていただいたんですけど、駿河湾さんです、そうです、書かせていただいたんですけど、わざわざ書いてくれてありがとうって言ってくださったんですよ。あ、もう本当にお優しくないですか。そんな全然ですよ、本当に申し訳ないですっていうぐらい毎日優しくしてくださってる方なんですけど、わざわざ、はい、本当に王子ですよね、本当に王子です。はい、そうなんです。そして高橋みくにさん、高橋みくにさん結構お声掛けをしてくださいまして、ピースもしました、ピースで写真のピースもしました。そうですね、トークの方で送ってくださったと思います。ひなくり2022の時の、そうですね、はい、そうです、三國さんです。いや、お優しいです。そうですね、いや最後にハリオさん、はい、ハリオさんからご心配の
メールもしてくださいまして、はい、元気です、ありがとうございます、いつも、はい、ありがとうございます、はい、ですね。マリーさんも連絡先を交換させていただいたんですけど、すっごい面白いです、はい、秘密です。日向坂で一番好きな MV は何ですか。どうしよう、本当の時間です、衣装も大好きです、はい、ということで今はきっと40分になる頃だろうと思いますので、グッズ紹介をしていきたいと思います。遅くなりすみません、本当に。ではまずは、はい、私の個別ペンライトです。口笛吹きます。こんな感じになっております。きっと出しますね、開封動画です。つきました、ありがとうございます、こんな感じですはい、そしてですね、アクリルスタンド、はいアクリルスタンドです。これはチェーンになっていますので、これは買ってからのお楽しみです。チェーンになっていますので、バッグとかにもかけられます。ぜひ、アクリルスタンドです。なんと、てってれー、山下派のタオルでござる。いきますね、はい、山下遥です、よろしくお願いします。皆さんぜひ、あ、こうしよっか、じゃあかけていきます。そしてですね、はい、キャップですね、あ、今日はかぶれない、そうです、まあこんな感じで、後ろはこれなので自由自在に、はい、できます。質感はこんな感じです。そうですね、雨にも負けないっていう、いつでもどこでも使えちゃう感じです。そして皆さんが好きな気になっているこの後ろですね、この後ろはこうなっております、はいこれです、こんな感じで、すいませんね、本当に声がいつにも増してなんですけど、私じゃあ肩にかけますね。そしてこの色違い、これはね、何色って言ったらいいんだろう、ポカより濃い色です、青です。で、後ろはこうなってますね、はい。袖はちょっと長めなので、手上げても、はい、下がってこない感じです、はい、結構使いますよ。そしててってれー、パーカー、これパーカーはフードで紐付きの、後ろは何もないシンプルです。なので結構ここがポイントですね、みんなに見せていきましょう。パーカーいいですよね、私も絶対行きます。最近パーカー着てるんですよ、春パーカーという感じです。そしてタオルといったらこれもあります。これもですね、短めな感じになってまして、
私の手ぐらいですね。これも使えます、いつでもどこでも。はい、そしてそしてロング T シャツなのか、 T シャツです、長袖ですね。これ絶対使えます。これも後ろはシンプルです、こんな感じで。なんかすごい助かるのはこの首元が結構しっかりここって感じなので、あったかいんですよね。すっごい助かります。そしてこの色違いです。はい、グレー。はい、私の好きなグレーです。ネズミ色っていうのかな。ということで、はい、皆さんこれ覚えてますかね。これ、はい、では、あ、間違えました、これです。あこれですこれですよし、あ、これは缶バッジですね。あ、缶バッジ大きさはですね、そうですね、ポカでいうと目ぐらいです。なのでまあ5センチぐらいですかね。はい、つけてください。そしてですね、私だけしか知らない情報です。ダランタランダランテッテレー、これ何だと思いますか。おもてなし会のペンライトでございます。あれ、こっちか、見てください、可愛くないですか。この可愛いロゴが使われていまして、こんな感じです。はい、私のペンライトは、あはい、私のペンライトはこうなんですけど、こういう感じで、そうですね、白が元となっています。すっごい可愛いんですよ。ほら、手持ちのところもおもてなしかい、ここもちゃんと、はい、ありがとうございます。そしてですね、なんと驚きですよ皆さん、私たちの8枚目の制服衣装、わかりますでしょうか。そうです、何でしたっけ、何色だ、ベージュじゃなくて茶色のベージュと茶色のやつです。それについています、エンブレムが、エンブレムがグッズとなります。すごくないですか、グッズ化なんですよ。これ今までにないでしょという、見てください、このピンセットになってますので、はい、ピンセットとなっていますので、どこにでもつけれます。頭以外とかで、こういう感じでタオルにもつけちゃいますし、こういうトートバッグとかにもつけれちゃう。だからもうこんなもん、あ、予期せ好きやんってなりますね、なってください。はい、すごいですよね、これすごいんですよ、本当にこのまんま一緒です。なので皆さん4期生へようこそ、皆さんも4期生です、です。ということで、はい、そうですね、45分頃になった頃ということで、宮地スミレジェンドからのお手紙を読みたいと思います今日は聞き取りづらい声になっちゃってるかもと思うので、ハキハキと喋ります、よろしくお願いします。ハルハルへ、あ、ハルハルへ配信楽しんでる、ハルハルならきっと大丈夫だってスミレは分かってるよ、ニコちゃん。それではハルハルにやってほしいことここから書きます。ちょっと待ってはあ、3つありまして、1エアー三振、2、4期生のモノマネ、3、スミレの好きなところ発表、伸ばし笑、
誰か、あ、どれか一つやってほしいな、時間があったら全部やってほしいな、わら。またね、伸ばし、大好き、伸ばし、すみれ、見てください、これ汗って書いた効果ラブラビーです。わー、え、じゃあどれやってほしいですかね、これどれやればいいんだろう。あ、1、1三振、2、4期生。じゃあそうですね、時間はあるようなので、ちょっとじゃあ今あの喉が故障中なので、故障した三振でいきます。タンタンタン。あ、もうこれやるとき顔がすごいひどいことになってしまうので、タン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 。はい、次4期生のモノマネ、じゃあ誰のモノマネがいいですかね。ソミラワハ、ソミラ眠たい、あ、違うか、ソミラ眠たい、ショゲハルハルキラリチョトゥスハルハル、それそっちじゃない、あ、これリナベです、コニシンハル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 ハラハラ受ける、違うか、こっちにする、ごめんなさい、これは小西です、ディスってないです。え、私モノマネ本当に下手くそで、え、ひろさんは、え、ボール投げできない、あ、違うか、みっちゃんごめんな、本当にごめんな、ズーリオ、ね、タマちゃん、タマちゃん、カホリン、え、のんびり来たからカホリン、カホリン。あ、ごめんなさい、怒られます。ということで最後はスミレの好きなところ発表します。スミレの好きなところは包容力があって、すっごく優しいところと、もうあの見るだけで美しいところです。目がハートになります。ありがとうございます。はい、皆さんお待ちかね、明日の配信誰でしょう、タイム。大丈夫です、ででん、明日の配信は塩貫地陽子です。皆さん19時、7時、夜の7時からですよ、お間違いなくしてください。ハッシュタグようこに会いてーのです。まあ今日ようこに会っちゃったんですけど、まあ毎日会いてーのということで、ようこに会いてーのと書かせていただきました。皆さん明日19時から正元寺ようこです。皆さんぜひ見てください、よろしくお願いします。うん、そう、え、あの陽子への手紙を書くのですけども、何かやってほしいこととかあったりしますか。私はあのぶりっ子系をやってほしいなって思ってるんですけども、何がいいですか。あざといポーズ、うん、ぶりっ子、あー、モノマネ、確かにセクシーな一言聞きたいな。そっか、マリアやってほしい。ツンデレ、あ、告白系ですか。みんなヨーコ好きだよ、あ、ヨーコ好きだよ、ん、ぶりっ子みたいですよね、ヨーコちゃん、ゆっこちゃんお願いします。あーしゃ、はい、ということで、ではささっと陽子さんにお手紙を書きたいと思います。ですので皆さん、ごめんなさい、ぷかさん、本当に
皆さんお間違いなく写真を写真をじゃなく覚えておいてください。はい、逃げます。見てください、エンブレム。もうどうしてもどうしても使いあのお伝えしたくて、この凄さを。すごいんですよ、あのエンブレムって。誰もが憧れるものなんですけども、まさにこれです。こうやって変身ってすれば、え、4期生やって言ってこれができます。どうですか皆さん、皆さんどうですか。キラ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 。そうなんです、ピンセットです。これピンセットって言うんですか。あ、間違えました、安全ピンです。ピンセットって言ってましたよね、きっと。すいません、安全ピンです。3万人の皆さん、ありがとうございます。私一つ撤回したいことがありまして、私頭良くないです。はい、本当に頭は良くない方でして、もう記憶力はゼロです。何もかも忘れました、ごめんなさい。知ってる？知ってるだと？なんか正直そのしっかり者で行こうと思ってたんですよ。山下遥です、よろしくお願いしますみたいな感じで行こうと思ったんですけど、その皆さんがお優しすぎて、いい意味でもうそれに溶け込んだら、だだだだだ、山下遥ですってなっちゃったんですよ。いい意味で。はい、なのでもしも学力テストとかあったりしたら、私下から2番目ぐらいです。はい、妄想キャラです。違います、妄想キャラです。はい、ハンデつけていただきたいですね。うん、夜ご飯食べた？食べてないです、食べてないです。皆さんは何をしてるんですか。ビリー、え、ビリー、ビリー、いや内緒にしときますね、本当に。5人、あ、しーということで、はい、皆さんはね今何してるんですかね。これを見てるよ、ありがとうございます。皆さん本当に私が言うことではないんですけど、お体にお気をつけてください。はい、皆さんで会いましょう。あ、これでした。皆さんで会いましょう、幕張メッセイベントホールで会いましょう。ぜひとも元気な姿でお会いしましょう。筋トレしてた、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。私も頑張ります、筋トレします。名古屋から応援するんでありがとうございます。名古屋いいですよ、幕張で会いましょう。スクショタイム、あ、じゃあはいはい、まだご飯ある。いや、じゃあこれ引きますかね。はい、アーシャでスクショ。なんでこれなんですかね。いや、私も謎ですね。あ、お日様からはなんて呼ばれたい。よし、これです、これです。私中学校と高校の頃に春尾って呼ばれておりまして、春尾にしようかなって思ってたんですよ。でも春尾にしようかなとも思いまして、間違えたら、あ、間違え、考えたら春春になりました。平尾ほのかちゃんが考えてくれたので。え、春尾、尾か、尾です。でも今は春春で、でも何でも
嬉しいですよ。山さんとか、山いや私マリアじゃないですよ、マルテンですマルテンですということで、はい、ネクスト。はい、そうなんですよね、ハリオさんと。そうなんです、恐れになってしまいます。ハルハルのチャームポイントを教えて。いやー、しかしながらチャームポイントがないんですよね。チャームポイント、ピース、チャームポイント、上唇、口元、エクボ、声、ありがとうございます。手は何もなかったです。グリーティングカードの絵が上手でびっくりしました。絵を描くのは得意ですか？得意じゃありません。本当になんかこれ描けるぞって思ったやつしか描けないですけど、ポカの絵は描けます、大好きなので。ねえポカ、はい、見てくださってありがとうございます。グリーティングカード、そうですね、2月のグリーティングカードが発表されましたところでして、見てくださってありがとうございます。はい、私は絵は得意じゃないです、だけど絵は描きたいと思います。はい、では行きますよ。まだ大丈夫ですかね。あと3分です。今月はバレンタインがありますが、メンバーにはどんなチョコを渡すか決めていますか？チョコ、甘いチョコを渡しますそうですね、手紙は書きましたよアイドルの世界に入って驚いたことは、今でもずっと驚いています。チョコください。チョコ好きバレンタイン、チョコ好きバレンタイン生まれの正源千代子が明日配信やります。あ、これでした、あ、違いました。ぜひ見てください、よろしくお願いしますチョコ好き、じゃあ皆さんにチョコをお渡ししますね。ハッピーバレンタイン、今日一日の、なんだごめんね、スカート履くの、はい、私スカート履きます。今日はワンピースです、こういう感じです。はい、宣伝、そうです、はい、そうですね、バレンタインの日は陽子の誕生日ですので、皆さんチョコを渡しましょう。私はチョコを渡します。いや本当に4期生って本当にみんな仲良くて優しくて、もうみんなが、皆さんが思っているよ以上に本当に仲いいので、はい、ということでブリッコをします。皆さん見に来てくださってありがとうございます。いや、そうですね、強制終了になってしまうので私はぴったりと終わらせたいと思います。本当に仲いいです、サンキュー、ありがとうございます。はい、皆さん本当にありがとうございます。お忙しい中画面をタッチしてくださってとても楽しかったです。ありがとうございます。皆さん丸天でいきます。はい、ご飯ちょっと食べます。皆さんも食べてくださいね。はいはい、皆さんお会いできて嬉しいです。はい、ギフトもありがとうございました、嬉しかったです。皆さんまたお会いしましょうね。おやすみなさい。皆さんもゆっくり休んでください。ありがとうございました。明日も配信見てくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。スタバポーズ。はい。あれ？あ、そうだそうだ。
ね。ではバイバーイ。